我的人生就是人家所谓的虽小人生。的确，我长得不高，也绝对不算帅，还有好几次被误认为痴汉，连续十天被鸟大便在头上这种事也有过。等一下，怎么了？那瓶子还给我。这是垃圾。这不是垃圾，这是对我来说很重要的瓶子。是吗？是这个瓶子吗？那么脏你要？哦，跟你的脸比起来真的很脏哦。这个你还要？给你吧。但我母亲跟我说，你不是虽小，你是被命运选中的人。被命运的瓶子选中而来到了这个岛，石原岛。我的人生，就是人家所谓的虽小人生。観光。はい。どこから来たの？台湾です。俺東京。ああ。日本語うまいね。ありがとうございます。今からどこ行くの？ああ、天文台です。あ、この上天文台あんの？ああ。石垣島はほとんどの星座が見えることでも有名だもんね。そうなんですか。ほら、島中の電気消してさ、星楽しむ祭りあるじゃない。何にも知らないんだろ。すみません。おお、本当だ。天文台あんじゃん。不要跟过来呀。あ？なんて？まもなく四次元デジタル宇宙ショーが始まりますよ。まもなく四次元デジタル宇宙ショーが始まりますよ。おお、面白そうじゃん。僕は中に用事がありますので、じゃあ。ああそう。おじゃあ、俺も一緒に行くよ。え？俺も星好きだもん。一緒に見ようよ。いやいや、僕は違う用事で。うん、始まっちゃう始まっちゃう。いや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 違う違う。行こう行こう。違う違う。你根本不喜欢星星吧？ヒカル、ナブコ、始めるぞ。ヒカル？じゃあ、頑張ってね。はい。みな。すいません。皆さん、石垣島天文台へようこそいらっしゃいました。我的心完全被ヒカルさんの美所占据。石垣島では日本で一番多くの星座が見られると言われております。そして年に一回島中の明かりを消して、意想不到的现实却让我头脑一片空白。開催されます。
ありがとうございました。あの、はい、実はとても楽しかったです。ああ、本当ですか？ ありがとうございます。嬉しい、よかった。実は今日初めて司会したんです。いつもはお姉ちゃんがやってるんですけど、今日からお前がやれって言われたからとっても緊張してたんです。よかった。やるか。先ほどはすいませんでした。 あまりの緊張で放心状態になってました。いえいえ。これは無理株式望遠鏡といって九州沖縄で最大なんです。大きいですね。はい。どこから見るんですか？あ、こちらです。あ、こちら。どうぞ覗いてみてください。夜は星が綺麗に見えるんでしょうね。はい、私が好きな星は金星です。金星は恋愛の星です。相手を愛する覚悟、強い恋愛運の星なんです。相手を愛する覚悟。そこにいたんだね、お姉ちゃん。一段落したからご飯食べに行こうか。うん。お腹すいたね。うん、ペコペコ。あ、あの、もしよかったら夜も来てくれませんか？え？石垣島は日本で一番多く星座が見られるんです。とっても綺麗ですよ。ああ、わかりました。じゃあまた夜に。また司会上手だったよ。嘘、とっても緊張した。本当に？本当に？本当？そこにいたんだ。また会えたんですか？はあ、お腹空いたな。ご飯でも食べに行こうか。なんでですか？友達だろ。友達って？ご飯食べに行こうよ。いやいやいや、釣れないなお前。1年前に台湾の海岸でこのボトルを拾いました。この日のために必死で日本語も勉強してきました。君さ、この手紙信じて石垣島まで来たの？はい。いくつ？30歳です。30歳。冗談だって。嘘だよ。
で、そのことはこの彼女に伝えたの？いえ。なんで？このためにわざわざ台湾から来たんだろ？はい。でも本人に会ったら言い出しにくくなって。ブスだった。そうだろ、ブスだったんだろ。なあ、教えろよ。なあ、おお、どうしたどうした。え、切った。何が切った？何が後ろ、ヒカルさんが切った。かわいい。あ、ひかるちゃん、のぶこちゃん、いらっしゃい。こんにちは。お茶にする？先に海。海さ、いい加減やめたら？ダメ、こういうのは思いが大切なんだよ。毎日毎日偉いね。3年間諦めずにずっと。そんな運命の出会いなんて映画じゃあるまいし。あんたが死んじゃいてどうする？可愛い妹さ、きっとどっかの海であのボトルを拾ってくれる人が現れるよ。我的母亲说你是被命运选中的人。こんな話って本当にあるんだな。笑ってごめんね。僕、何もできない男なんです。自分に自信を持ったことも一度もありません。そんな僕が初めて自分で行動を起こしたんです。ここまで来た自分に自分自身が驚いています。でもやっぱりどうしていいのか分かりません。それは男だったらやるべきことは一つしかないだろう。黙って台湾に帰るんだ。え？いいか、今は映画のような出会いにドキドキしてるかもしれない。でもそんなのは最初だけで、そのうち車椅子の生活という現実がやってくるんだよ。それにそもそも光さんがお前だと知って喜ぶと思うか？そうだろ。だったら無駄に二人とも傷つく必要はない。このボトルと一緒にここで光さんとさよならするんだ。会えてよかったよ。我的人生就是人家所谓的虽小人生。我的母亲说你是被命运选中的人。
騙したな。お前じゃ無理に決まってんだろ。鏡でてめえの虎見たことあんのか。そんなのやってみないとわからないです。じゃあ告白してみろよ。僕がそのボトル拾いましたって、僕がヒカルさんの運命の人だって言ってみろよ。嘘。台湾の海で拾いました。それで本当に会いに来てくれたの？確かに最初はこんなバカバカしい話あるわけないと思いました。石垣島に行くと決めた時も周りの人にバカにされました。でも僕は感じたんです、このボトルに運命を、この人が僕の運命の人なんだと。僕はもしかしたらヒカルさんの思い描いた人ではないかもしれない。会いに来ることは迷惑かもしれない。でもやっと分かったんです、僕がどういう人間か。僕は選ばれた人間なんです。ヒカルさんに選ばれた人間なんです。よかったねヒカル姉ちゃん。ヒカル姉ちゃん、私の願いが通じたんだよ。信子のおかげだよ。姉ちゃん絶対幸せになってね。私台湾に遊びに行くからね。我的人生就是人家所谓的虽小人生。